중에 너희는 뭐 부모니 育つじゃね 子供を本当に育てる中に自分自身も育つっていう、そういう気分がなきゃダメなんですね。いや、共に育つ心って私あれしたけれど、これ大乗仏教の極意を、そういう言葉で言ったんでね、これいい言葉だ。いや、その教師もそう、またお医者さんの場合でもそう。お医者さんっていうのも今その 病人中の存在を向こう側に見てるでしょ。それで結局医療設備のね、その投資しただけのあれをいかに早く焼却させるかっていうんで、それで必要もないのレントゲンかけたり、人工呼吸させたりってやってるわけだ。そして今度自分が自身が身内にガンだ、 俺にそんなことが起こってくるとは思わなかったっていうんだから、うかつだね。そういうお医者さんだけど、本当はあんた病人とお医者とね続いてるんです。それで病人を手当てする中に医者も生き生きするんじゃなくちゃ困る。いや、これももちろんお医者さんみんなそうっていうんじゃない、そういうお医者が多すぎるってことね。 で、今の時代だから何から何までそういうふうに自分の利益のためだけを価値とし、そしてだからご本尊さんは自分の利益だ。それでご本尊っていうのは本当に尊いっていうことね。その本尊感が自分の利益だけど、それに対して本当のあれはご本尊さんは 共に現状するっていうね、そういうんじゃないと困る。で結局ね、そのもっともう一歩話進めて言うとね、今の人類っていうのね、人類の進みっていうね、進みに対する考え方勘違いしてっからだと思うね。 いや、私、まあ、進みと安らいっていう本も書いたけれど、まあ、あれから何十年経ってね、いまだにあれもっと書き直さなしたいとは思ってんだけどね。とにかく進みっていうことはね、今の人類は我々人類の欲望を満足させ、より多く満足させるようにするっていうのが人類の進みだと思ってんだね。 ところがね、それでだから今言うような、自然に対しても何に対しても俺の利益のためにみんな処理すりゃいいとこう思ってる。しかし本当はそれじゃ結局のたれ死にまでいっちゃうと思うんです。で、本当の人類の進みっていうのはね、そうでないもん。 本当の生命の真実に立ち返る、出会うところと我の生命と出会うところ我が生命という、そういう生命を自覚してそこに立ち返って、で本当に大人に成長することだ。だから、まあ八大人格にもあったけど、本当に大人になるってことね、これが大切だもん。 で大人が寄り集まる社会が来るっていう、本当の大人が寄り集まる社会になって初めて人類が進んだんだ。今はだんだん野蛮になって、だんだん餓鬼化してくんだね。で全てだから大人になるっていうのは真の親心を持って向こう側に一物も見ず、 一切は我が、その中の修行を言葉と我が子ってお釈迦さんが言ったっていう。結局そうだもん。お釈迦さんだけに限らない、みんなそうなんだ。それで出会うところ、ぐるみの生命現状、その時に全てがその、すみれはすみれの花が咲き、バラはバラの花が咲くっていう時代が来るんだから、そういう時代を来たらせたいっていうだけ、まあ 願ってるわけですね。それでそれが仏教ってもんです。
仏教はね本当に地球上人類に行き渡る時代が来なくちゃこの世の中ダメだと。っていうのはさ、自己を運びて万法を首相する命とさ、万法を進みて自己を首相するは悟りなんだ。本当にこの自分の欲望ぐるみで勝利するって言ったらどうせ前よりも、それに対してその万法ぐるみの自己生命現状をするって、それが悟りだ。そういう意味でね、このまああのあれですね、今の水を極め空を極めて後水空を行かんときする長魚あらんば水にも空にも道を上からず心を上からずっていう、まあ話はあれだけどそこまで言わないと私としては気が済まないんでそういう話したわけです。しかしながらだから今のようにね、全てのものが市場に出揃ってるような時代ね、そういう情報を集めて、そして情報を処理するってこともこれは大切なんです。しかしその処理した最後にね、どういう出会い方するか、その情報を集めておいた挙句にそのいかにその共に生命現状をするか、ね、そういう出会い方しなきゃ。それで決してね、だから本当に大切なのは情報の広さじゃない。情報ってそんなに集め、いくら集めたってね、それは抜けてんに決まってんだ。の、その、そんなに神様にあるまいし、地球上の人類の何から何まで集められるなんて、そういうことありっこないんだ。ただ、大切なのはそういう情報を集めて、今言う万法の家父を機関には応援と見ゆるよりほか残りの懐徳三徳多く極まりなく世もの世界あると知るべしだ。結局どうせ情報なんていうのはね、そんなに絶対的なもんじゃないんです。いや私なんか情報っていうの大体全く集めてない方じゃない。だから私あの世間知らずな世間の私本当に俺は世間知らずだなってつくつく思うけれどね、しかしながら私の出会い方はね、これこの仏法として出会ってんだから、俺は、ね、素晴らしい出会い方だと思う。俺本当に出会う限り それぐるみ生きるっていうね、出会うところは生命の分身という出会い方してる。それでそういう出会うところぐるみの自己の生命現状っていうね、そういう出会い方、それがこの道このところを売ればこの安理従いて現状を考案、この安理従いて現状を考案ないという、そういうことです。だからその次に読んでください。このところを売ればこの安理従いて現状を考案、この道を売ればこの安理従いて現状を考案ない、この道このところ大にあらず小にあらず字にあらず他にあらず先よりあるにあらず、今現ずるにあらざるがゆえに格のごとくあるなり。つまり今この道このところっていうね、それは何かっていうと自身と万法と二つに分かれる以前ね、一心一切法一切法一心で、自己と出会うところと二つに分かれる以前、自分の働きと働きの場と二つに分かれる以前、つまり自他能所不利の生命実物、これがそのこの道このところですよ。だから不利の生命実物なんだから、もちろん大も小もない、大と小と分かれる以前、それから自と他とはそういうの分かれる以前から先よりあるにあらず後に今現ずるにあらざるがいるみたいな、先も後もない、それなればこそだから格のごとくあるなり、これが如是ってこと、だからまた如来如子ってこと、
でここでね初めて現状公案というのが出てくるのね。現状公案という言葉がね、いかにねこれあのこれだけ述べてきて初めて現状公案になる。現状公案というのは結局どういうことかっていうと、結局自他能所不二の生命実物として、それで生命自他能所不二の生命実物運転していく、その生命運転のことを言ってるんだ。大体あの、まあ、この次から座禅心の巻をやろうと思ってるんだけど、この座禅心の巻に現状という言葉はどういうことかっていうとね、不思量にして現ず、不エゴにして上手っていう言葉になって出てるね。不思量にして現ずっていうのはあの思い以上っていう言葉、だから不エゴにして上手っていうのはあの他との兼ね合いなしってことね。の思い以上、他との兼ね合いなし、だから下老は下老なりに生命現状の名人へやるっていう、そういうのが肌もの。俺下老だからつまんないって言って、なんとか殿様になりたい、そんなんじゃないんだ。でつまりそれはそうだ、もうこの私を生きるのは私が主役なんだ。そしたら私中主役をいかに、うまく務め上げて、よく務め上げて、その役でもって名人へやるかと、そういう方向はそこでなきゃならないんですよ。方向をね勘違いしちゃいけない。なんとか俺のその欲望を満足させようっていう、その方向ばっかりみんな考えてる。そうでない、今私は私なりの、 あの役割のいかに名人へやるかという、まあ、一家のお母さんはお母さんとして、主婦は主婦として、いかにあの一家の主婦としてお母さんとして名人へやるかって、そういうのを狙ってもらわなきゃならない。それをいかに、俺のその欲望を満足させるかって言って、そして飲み屋でも行ってその飲んでる、あるいはアルバイトに行って男ができたって、そんなお母さんばっかりになっちゃってんだからね、ちっとこれ狙い場所が違いすぎやしな、ね、このそれでね、この生命実物が生命実物になる深さっていうのは、これはまた限りない。この本当に今あれなんですね、大体生命実物って、ね、それは不二だって私口酸っぱくして言ってるけど、不二っていうことはね、もうあの2つに分けといて、そしてこの2つは2つでない1つなんだと、こういうの、それ自身矛盾してるんです。俺も不二っていう言葉は本当に矛盾してる。それであれなんですね、そういうのをね極限概念ですよね、限界概念、概念とか言うから、例えばね、まあ私は私っていうことは使ってんじゃない、だけど私っていう言葉が私じゃない、それでしょうがないからもう私は私ですってね、あるいは自己限の自己ですって一生懸命言ってんだね。いくら言ったって近づかない。いや、この例えばだからね、限界概念っていうのはそういうことだ。私っていうのは、私っていう生命実物が、で私っていう言葉を使う、私は私ですって言ってね、言って、まあ、半分まで近づいたとすれば、ところがまだ半分これあるから、
また半分まで私は私ですってこういう。ところがまたあのこれまだ近づかないからまだ私は私ですってこういう。また半分まで使える。しかしなこれもういくらぐらいで言ってもこれ最後まで近づあのそれには到達しない。そういうのはねあの直言概念ですね。そういうような二つは一つだっていくら言ったって一つにはなる。それはね我々分別的頭を持ってこれは二つはじゃないんだってこう いくら言ったってさ二つに分けといてあらかじめ分けといて二つだって二つじゃないって言ってるからねつってあの到達しないんです。ところが分別的頭の手前ではそうなんだけど本来の生命実物としては何その分別ぐるみ不妊それでね そういうね生命我々頭を持っている人間生命っていうのはそういう非常に妙なところがあるね。そういう両面があるそれで、ね、だからこのここでも平面的な話だどこまでも立体的なそれでつまり分別的頭を持ってるからどこまでも二つなんだけれど実はそれぐるみ生命実物生きてんだっていうのが小だしかしながらあの同時にまたその生命実物にはどこまでも近づいていかなきゃなんないっていう意味のが主だだからその大体症状の種っていうのね大体、まあ、悟っても迷ってもあの思っても思わなくても信じても信じなくても疑っても拒絶しても生命実物生きてるんだっていうこれは絶対的な症だから少なくともその症の中にしかしながらどこまでもあのその生命実物を修行していこうっていうねそれが修行で症状の種っていうねそれでその修行の中にまた同時に生がある本当に初めて生があるだから主生一如だつまりね主生する中に生命実物を現状していくんですねだからこれをのその次これをだから鹿あるがごとく人もし仏道を主生するに徳一方、通一方、具一行、主一行なりとにかく今出会うところ我が生命って言ってその出会うところ我が生命を現状していくっていうそれだけが生命現状だからあの悟りっていうのねそんな向こう側の代物じゃないんですよ今こう一生懸命修行していくというところに実現していくもの現状していくものでこれにところあり道通達せるによりて知らぬる際の知るからざるはこの知ることの仏法の無人と同称し同賛するゆえにしかあるなこの徳一方通一方具一行主一行という態度の中に不二の実物を生きるところがあるのね。で、道通達せるにより道はねだから普通世間の人が考えるようにこちら側から向こう側に至る道じゃないの外側の道じゃないのそうでないどこまでもその生命実物が生命実物として覚めてこれを現状していく生命実物を生きる態度なのね、それで道通達せるによりて知らぬる際の知るからざるはどれほどっていう限界は知られないこの知ることの仏法の無人と同称し同賛する上にしかあるないそれはねこの生命実物に今覚めていくってねそういう態度が実際に主している態度がですねそれが生命実物を
偶人する極め尽くすということと同じく生じ同じく参ずるということだ。つまりねここじゃねのそういう生命実物に覚めるっていうけど覚めるって覚められるってそんな2つじゃないの。今の生命実物覚めるっていうことがもうそれなんだね。まあこれ自動車運転と同じ事実のはっきりさめさめ運転していく。で特殊必ず事故の知見となりて旅地に知られんずるとなろうことなかれ。いやどこまでやったかって言ってね振り返ってそしてよくはあここまで来たのかって分かるようなもんじゃないんだ。昇級速やかに現状すといえども密必ずしも現状にあらず現状これ過失なり。この実物すればねすぐ実物現状なんだ。しかしながらその実物っていうのは大体ね無と無と分かれる以前なのが実物なんですからね。無と無と分かれる以前そういうのは必ずしも見られるとかこのここに現状見るっていう字応変を取っちゃって見るっていう字の見るなるという書いてあるね。これまあちょっと普通現れるっていう言とは違った使い方してるわけですがこれも道元禅師としては見る見られるっていうねそういう二つのないその見るっていうねそういうことを言いたいんでこういう言葉使われたんだと思う。その見る見られる脳症をひっくるめた実物密っていうのはだからその有と無と二つに分かれる以前有無を超えたあり方ですね。そういうあり方は必ずしも見る見られるっていうようなねあり方のものとは限らないってこと。そりゃそうだ。例えば私の目の玉見ようって言ってもねその私の瞳は愛らしいだろうって言って何とかして見たいって言ったって見られない。本当にやってる当人のあれは全くわからないね。で現状これ過失なんて何ぞ必ずしもっていうことね。結局見る見られる掴む掴まれるそういう二つに分かれる以前のことを過失で魔欲山法鉄禅師扇を使うちなみにそう鍛えてとこれはまあ第13弾ですね。風生成就無職衆なり何をもてかさらに和尚扇を使う死は何時風生成就を知れずとも今のところとしていただくということなき道理を知らずそういわくいかならんかこれ無職衆帝の道理時に死扇を使うのになりそう礼拝する。これこれこのことも私まあそれこそ若い頃この、あれですね、現状公安の巻き読んでたこの段にその扇を使ってるっていうその風生成就、無所不臭っていうのはそれなんかここに深いその禅っていうね禅っていう世界はそういう世界で神秘の世界があってそんなふうにもう一生懸命考えたことあったね。そんなことじゃないの。これは当たり前の。こうやってね、仰いでると、そうすりゃ、これ決してね、なんか神秘的境界なんじゃないかって考えちゃダメですよ。そうでない。これ本当にこう仰いでれば事実風が来るっていうね。この天地いっぱいの風今ここで仰ぎ出すっていうこと。それで。仏家の風は大地の黄金なるを現状せしめ長河の空子を三熟せる。これあれなんですね、現状公安のこれ随分あれしてきた挙句にこの今の扇の話ね、これ具体的な例を一つ挙げて、そしてだから
生命現状する生命を生命として現状する風っていうのは今ここで事実を仰ぐことなんだということですね。そしてそれは第一種です。超我っていうのはあれですね、あらゆるものを黄金として、黄金としてっていうのは絶対っていう意味で、絶対的な姿で現状させる。だから超我、これもあらゆるものを、ソラクというコランのやるバターやチーズみたいにおいしいものにしちゃうっていう、この本当の行き着くところへ行き着いた生き方にそのまで熟させるってことです。まあ、ここまであれなんだけど、ちょっと最後にね、この現状考案のについてね、また例によって私の、下手な詩みたいなものを、書いたんで、そのご紹介して締めくくりするとね、現状考案、現在が現在になる当たり前の深さ、誰でもいつでも現在を生きている、その現在の深さは、それを知らずにどれほど宙に置いて迷おうと、それぐるみ現在であるような深さである。誰でも彼でも人海自己を生きている、その人海自己の深さは、それを知ろうと知るまいと疑っても拒絶しても、自己はその人海ぐるみであるような深さである。この迷い疑いぐるみ、そうである人海自己の現在、その命の深さの風こそを今ここで仰ぎ出すこと、それが現状行為、現在が現在になる当たり前の深さである。